届けよう、ララララ、さあ歌うんだ。観光情報番組よみたんラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光有平ほか各社の提供でお送りします。おはようございます。2016年11月10日木曜日、時計の針は9時を回りました。今日もここ読谷村高志峰にあります体験王国紫村サテライトスタジオから1時間の生放送でお届けいたします。観光情報番組読谷ラジオ、今日のナビゲーターはかなえでお送りいたします。この番組は観光で沖縄にいらした方や沖縄県民の皆様にも読谷村の歴史や文化、自然、そして地域の声など、その他たくさんの読谷村の良さや新発見をお伝えしていく番組です。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も一緒にお届けしていきます。この番組からの情報をもとに皆さんが読谷村に足を運んでいただけたら幸いです。観光情報番組読谷ラジオ、今日の放送は1196回目の放送になってますね。読谷ラジオが始まって3年とちょっと、すごいですね、1196回目ということで、先ほどイモーニングでもありましたが、今日のナビゲーターは赤嶺かなえで、緊張はしなくなってきたんですけど、まだまだね、ちょっとあどけなさが、自分で言うのもあれですね、あどけなさがあります。これから1時間でお付き合いいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあ歌うんだ。
君がいるならどんな夢も叶うような気がしてるよ。君がいるから諦めない、ありがとう君に会えてよかった。それではここで今日のドライビングナンバーご紹介します。清水翔太でドリームです。お聞きください。一人ぼっちの俺、あの頃のこと思い出して、どうしようもないくらい寂しくて切なくて、当たり前の日常がただ淡々と流れてった。 Fly Fly どこか遠く、そんなことばかり考えてた。そして君と出会い、生まれたのは小さな願い。この人ともっと一緒にいたい、この人とずっと笑っていたい、守りたい、そう思った。生まれて初めて強くなれた。 Fly Fly どこか遠く、そんなこと考えなくなった。どんなにボロボロになってもいい、なら君と一緒に生きていたい。君の笑顔を見るそのために僕は歌うよ。君がいるならどんな夢も叶うような気がしてるよ。君がいるから諦めない、ありがとう君に会えてよかった。時には君を傷つけて、胸に込み上げる何かが涙に変わってく。少年が大人になる、つぼみだった花が咲き始める。そうさ歩いて行こう、君となら何も怖くないよ。誰かにバカにされたっていい、なら君のために夢を叶えたい。何度間違ってもつまずいても僕は歌うよ。君がいるならどんな夢も叶うような気がしてるよ。君がいるから諦めない、ありがとう君に会えてよかった。してるよ君。
りした曲は清水翔太でドリームでした。それではここで今日のお天気予報を皆さんにお届けします。2016年11月10日木曜日ですね、沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴いしけています。11日にかけて海上や沿岸付近ではうねりを伴った高波に注意してください。沖縄地方は気圧の谷や寒気の影響で曇っており、ところどころで雨が降っています。今日は寒気の影響で曇り雨の天気になる見込みということで、はい、行きましょう。北東の風やや強く、後北の風やや強く曇りです。昼前一時雨になります。波4メートル後3メートル、うねりを伴います。降水確率はお昼12時まで 50%、 12時以降は6時まで 30%、 6時以降18時以降ですね 20% となっております。日中の最高気温は25度です。そうですね、今はちょっと風も強くないんですが、もしかすると午後から風が強くなってきたりするかもしれませんね。あと午後は雨も降るかもしれないということで、風が強くなったり雨が降ったりね、いろいろな天気の変化あると思いますが、ぜひね、下準備したり、雨が降ったり休むだったり、濡れたりしないようにして、で、一日楽しいね、一日過ごせるように、で、乾燥もしてますけど全然元気な一日を過ごせるように、皆さんもぜひ素敵な一日をお過ごしください。以上、今日の天気予報でした。始まっております観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時13分を回ったところです。ここで今日の知っとこクイズ、皆さんに、出題したいと思います。ででん、今日の沖縄知っとこクイズはこちら。ザキミグスクの標高は何？ザキミグスクの標高はこの3つの地から選んでください、どれですか、ということで出題しますよ。1、125メートル、2、111メートル、3、123メートル。さあ、この3つのうちから選んでください。ザキミグスクの標高は何でしょう。1、125メートル、2、111メートル、3、123メートルです。答えの分かった方はぜひぜひメールください。FM 読谷のホームページからもメール送ることができます。観光情報番組読谷ラジオ宛てと入れまして、ぜひぜひ皆さんメールお待ちしております。それでは CM を挟みまして、観光情報番組読谷ラジオまだまだ続きます。
読みたん、なんでも調査団。読みたん、なんでも調査団。どこにでもある、でもそこにしかない。読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団ということでですね、今日も読谷の情報お知らせ、皆さんに、皆さんにお知らせ、教えて、お知らせ、ん、紹介していきますよということで、今日はですね、昨日のそうなんですよ、読谷 FM 読谷ではですね、毎日6時から6時半までの30分、スタジオ FM 読谷があります、読谷 FM 読谷のスタジオの中にありますテレビスタジオから生放送で、夕刊 TV という番組を、インターネットテレビ配信しているんですが、その夕刊 TV でね、昨日ですね、皆さんにお知らせしました情報を、今一度、皆さんにお知らせしたいと思いますよ。お聞きください。読谷にお越しになる皆さんにも読谷のおすすめスポット聞いてみました。それでは早速 VTR スタート。沖縄ガイドブックヤサを発行しております株式会社青葉沖縄のオムラシイチロー、オムリンです。私のおすすめする観光スポット、私はこの読谷村は手びちが美味しい。何が美味しいかって、僕例えばローヤルさんのバイキングで食べる手びち、ちょっとこっちは固めです、でもすごく美味しいです。そして、あれです、紫村の、レストラン大輝、ここの手びち柔らかいけどこれポロポロと食べやすい、これもおすすめ。私手びちだけで一皿全部食べてちゃったことも何度もありますよ。おすすめです。沖縄ガイドブックやさ観光情報番組、毎週金曜日3時からパーソナリティのセイミンです。私の好きな読谷村の場所はガンジューハームさんです。ロケーションがすごく綺麗で、ご飯も食べながら素敵な時間を過ごせる場所だと思います。皆さんぜひ行ってみてください。シンガーソングライターの平良孝です。僕のですね、読谷の好きな場所はですね、残波の方の公園に大きなシーサーがあって、ヤギとかがいる公園があるんですけど、そこで、こちらのカメラマンの方にアーティスト写真を、そこで撮ったりしたことがあるんですけども、あのでっかいシーサーにですね、めちゃくちゃびっくりしまして、子供たちはもう当たり前にそこら辺で遊んでたんですけれども、実は僕はめちゃくちゃビビりまして、あのシーサーの前でアーティスト写真を撮ってきました。あそこは僕の好きな読谷の場所です。ということで、昨日のね、夕刊 TV でもご紹介した内容となってるんですが、手びち自分も大好きでまだね、このレストラン大輝さんの手びちは食べたことないんですが、ロイヤルの手びちは私も何度か食べたことがあります。そうで、なんか食べ応えがあって、自分はあっちの手びちも大好きなんですけど、今度レストラン大輝の手びちも食べていこうかなって思ってます。あとはガンジュファーム、サヤミンさんが紹介していたガンジュファームも、戸口ビーチのところにあるガンジュファームなんですけれども、いやー、バーベキューというかお肉が美味しい。皆さんぜひね、行ってみてください。多分寒い時期になってくるけど、やっぱ室内でもねお食事楽しめますし、綺麗な海をね眺めながらのランチすごい素敵ですので、皆さんぜひ試してみてください。あと残波岬のシーサー、平さんがご紹介してましたものもね、全然大きいんですよ。残波ウフジシシシウフジシが、すごい大きいシーサーがいて、あとは広場、その残波岬の公園の近くには、残波岬灯台もあるんですけれども、そのとそこにもね、ティーダサンサンっていうご飯を食べれるところがあったり、あそこのね、ヤギとかウサギが
飼育されてるんですよ。私もこの公園に行った時はね、そのヤギさんたちにこんにちはって挨拶しに行くんですけど、そういうなんかなどやかな雰囲気がすっごく大好きです。皆さんぜひ行ってみてくださいね。全部おすすめです。レストラン大気のテビチとロイヤルのテビチ、あとガンジュファーム、戸口ビーチにありますガンジュファームでのランチだったりね、残波岬公園の残波ウフジシ、ぜひぜひ、ね、この紹介していただきました。オムリンさん、サヤミンさん、平さんがね紹介してくださいました場所、すごい素敵な場所なので皆さんぜひ遊びに行ってみてください。このそうなんですよ、レストラン待機がある場所は紫村、この今放送してますサテライトスタジオのすぐ隣にレストラン待機さんあるんですけれども、この前紫村で自分ちょっとあの観光に来てる、修学旅行で来てる神奈川の修学旅行生の女の子とちょっと話をね聞く機会があったんですけれども、この紫村は32の工房と101の体験ができる場所なんですけれども、この修学旅行生は実はこの体験101の体験の中からやりたい体験を選べるらしいんですよ。この学校でこの修学旅行に来た時に自分のやりたいものをやりたい友達と一緒にこのみんなバラバラの体験学習をしていくということで、その女の子たち3人に話を伺ったんですが、その女の子たち3人はゴーヤーガラスというものを作ったらしくて、私はゴーヤーガラスというものを知らなかったんですけれども、だから両手を使いながら作るのが大変だったって言ってて、この左手は棒を回して右手はガラスの飲み口の調整、この両手で違う動きをするのがすごい大変だったって言って、すごい神経を使ったって言ってたんですけど、でも楽しくて楽しくてすぐ時間が過ぎていきましたって話をしていて、で作った日の次の日に完成するらしくて、明日また取りに来るんですっていう話をしてました。で紫村のこの琉球王国の景色とか石畳だったり家の雰囲気を表現しているこの紫村なんですけれども、その紫村の雰囲気も素敵だったし、その子たちはなんかあの歴史が大好きな子たちだったらしく、沖縄の昔にタイムスリップしたみたいですごい楽しかったですって話されていたんですけれども、その紫村を旅行している中でシーサーがたくさんいろんなとこにあるんですけど、そのシーサーの中でもそのシーサーの飾られてるシーサーの下になんかメッセージというかこの言葉が書かれてて、それがすっごい心に残ってるって話をしていてですね、あの米軍基地の 83% が沖縄にあるって書かれてたのがすごい自分は印象的でしたっていう話をしていて、やっぱ自分たちでは当たり前のことではあるけれど、やっぱ修学旅行でね来た皆さんからはやっぱり大きい衝撃があったみたいで、そういう C さんの写真を撮ってこの米軍基地の 83% が沖縄にあるって書かれてるこの C さんのことをこの学校での発表の時にも使いたいっていう話をしてて、ああそうなんだと思ってすごい、うん、私もいろいろなことを思いました。そんな、ね、体験作りも楽しめながら歴史を知れたり、沖縄の、ね、昔の雰囲気も楽しめる体験王国紫村、毎日営業してますね。今日も朝9時から、ね、たくさんの修学旅行生いらしてました。皆さんも、沖縄に住んでる方もそうでなく、観光で来た方も楽しめる紫村になってますので、皆さんもぜひ遊びに来てみてください。12月からはねランタンフェスなんかも始まりますので、こういう機会にね遊びに来ていただけたらなと思いますよ。体験王国紫村は読谷村の高志穂にありますよ。皆さんぜひ遊びに来てみてください。 CM まで、では読谷アーティストの曲をご紹介します。デイゴ娘で芭蕉布です。お聴きください。
テル日光アリビラインフォメーション。ホテル日光アリビラインフォメーション。太陽と自然の楽園ホテル日光アリビラ、笑顔がこぼれる特別な時間、自然を感じ自然を遊ぶアリビラの楽しみ方をご紹介いたします。ということで今週私もね久しぶりのホテル日光アリビラさんとね、ゲストお呼びしてます。久しぶりに私が久しぶりに木曜日が担当です。今日はですねホテル日光アリビラさんからこの素敵なゲスト、来ていただいています。自己紹介お願いいたします。はい、おはようございます。ホテル日光アリビラの広報担当しております谷次と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです谷次さん。ね、久しぶり、はい、すっかり寒くなって、うん、本当にどうですかアリビラさん最近。やっとなんかね、うん、ちょっと肌寒くなって朝と夜、はいはい、あのイルミネーション始まってるんですけども、クリスマスの、クリスマスの、うん、ちょうどいい時期になってきたなと話してました。さっきあのマネージャーも、うん、あのもうアリビラさんはイルミネーション始まってるよかなえって話して、あーいいなと思って、そうですね、うん、もうねクリスマスのツリーも飾っていて、うん、ハロウィン終わったらすぐもクリスマス気分です。ツリーも飾ってるんだ、うん、あのパティオとパティオ中庭と、うん、ロビーと、うんうんうん、あと各レストランとか、うん、いろんなとこにクリスマス の, あのデコレーションとツリーと置いて、はい、なんかねいい感じのいい感じ。やっぱ雰囲気に、クリスマスイルミネーションになるとお客さん増えますか。このまあ時期的にはやっぱり冬に入るとちょっとお客様少なくはなってくるんですけど、うんうん、ぜひね、南国のクリスマス、うんうんうん、南国クリスマス、うん、はいはいはい、もう楽しんでいただけたらなと思います。いや私はねこの前のハロウィンを行ったんですけど、うん、もう本当デートで行って皆さん。いやいや本当になんか素敵な人と行ってほしい、うん、楽しい時間をねぜひ共有してほしいって思う。そうですね、あまりねあのハロウィンもそうだったんですけど、うん、クリスマスもそんなにあの派手じゃない、うんうんうん、あのしっとりとした雰囲気の、うん、あのイルミネーションとデコレーションしているので、はい、ぜひカップルでね。ね、カップルもうで私の分もみんなデートしてください。もうはいはい、はい、肌寒い夜にデートしてください。皆さんぜひね行ってみてください。でそんなホテルに行くアリビラさんはこんなイルミネーションも素敵なんですけれども、その他にもね、うん、ありますよね素敵だ。はい、そうですね。今、うん、はい。ですね、11月1日から1日5個限定で販売している、うんうん、厳選された上質なチョコレートを使用したスペシャルなケーキ、はいはい、販売中でして、1日5個、はい、2月の28日までなんですけれども、ルショワというルショワ、はい、濃厚なチョコレートのケーキです、はい、これなんで1日5個限定なんですか。これはですね、まパティシエの、はいはい、パティシエさんの、手が込んでいるっていうのと、 あと厳選された素材使ってるので、ルショワっていうのは、はい、洗濯っていう意味のある、フランス語なんですけれど、おおお、はい、フランス語で洗濯、うん、
選択ってどっちの選択ですか？選ぶ方の選択失礼しました失礼しました選択選ぶ方の選択選ぶはいはいはい、あ、厳選とつなげてるってことですね。そうですね。あ、失礼しました。はい、チョコレートたくさんね、チョコレートあると思うんですけども、はい、1922年創業のフランスのチョコレート会社、バローナっていう会社のブロンドチョコレートと、はい、ブラックチョコレートを使用している、贅沢なケーキです。ドルセっていうのは、はい、キャラメルっぽい色の、はい、チョコレートなんですけども、はい、ビスケットの風味とほのかな甘みと、その後香ばしく、豊かなショートブレッドの、うんうんうん、風味へと変化する、チョコレートで、はいはい、そちらのチョコレートを使用したムースと、はい、あとグアナラっていう、ブラックチョコレート、ブラックチョコレート、はい、こちらがチョコレート特有の力強い風味と酸味と苦味のある、チョコレートなんですけど、こちらもムースにして使っています。で、あとバニラブリュレ、もっとあるんですねバニラブリュレが挟まってるんですけど、こちらは、マダガスカル産のバニラビーンズ、バニラビーンズを使用したバニラブリュレを使ってます。はい、で、ケーキとしては丸い形なんですけど、下が、ショコラナッツクロカンというちょっとサクサクした生地と、その上にサンファリンっていう小麦粉を使わない、生地、スポンジ生地、スポンジ、うん、小麦粉を使わないスポンジがあるんですね、世の中に知らなかった。そとその上にグアナラムース、はい、グアナラムース、はいはい、はい、その、ブラックチョコレートを使用しているムース、うんうんうん、でその上にバニラブリュレ、ほう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 、で、またサンファリーヌ、うんうんうん、で周りにドゥルセムース、キャラメルの風味のドゥルセムースでこう包み込んでる感じのケーキなんですけど、なんかもっとなんか見た目からしたらちょっとチョコすごいチョコしてそうなイメージだったけど、でもこんな何層にもなってて、なんか一口食べるだけで、はい、もういろんな味が広がるみたいな。なんかね、私も試食の時に食べさせてもらったんですけど、はい、いいな本当に一口食べると、はい、すごいなんかね、幸せな気持ちになるケーキ、うん、ケーキって人癒しますけど、それよりも癒し効果ありそうですね。もうね、ずっと口に入れてたいみたいな いなくならないでほしい切ない、うん、そっか、そうなんですね、はい、でもすごい美味しそう。1日5個5個で、料金が1300円なんですけども、それだけの手が込んでますもんね。とあとすごいいい素材を使ってるので、はいはい、ここでしか食べれないですからね。あ、でこれが2月28日まで1日5個ですって皆さん、はい、ぜひね、チャンスはある、うん、イルミネーションの前に、ね、今の季節、うんうん、パティオの方が、パティオ側にテラスがあるんですけども、はいはいはい、有明からのそちらで、じゃあイルミネーション見ながら、ちょっと夜ちょっと寒いかもしれないけど、でも、うん、でもいいじゃないですかね、ちょっと肌寒い夜にデートとかおしゃれなお食事いいんじゃないですか皆さん。すごいデートしたいんだね。デートしたいですバレましたちょっとデートしたいです失礼しました、うん、ちょっと余談が過ぎましたね、そんな、このルショア、はい、ぜひルショア、かわいい、みんな覚えて、はい、皆さん覚えてくださいね。これアリビラさんのラウンジアリアカラで、アリアカラでいただけるということで、はい、お問い合わせは、はい、じゃあお伝えしていっても大丈夫ですか？はい、お問い合わせはですね、代表で、098-982-9111です。
はい、皆さん電話して、はい、もしね、あの行きたいと思ってるけど、あ、時間がね結構11時まで空いたりしますよね。そうですね、朝10時から夜は23時まで、はい、はい、いいじゃないですか。こんな23時まで空いてるカフェってないですよ ね、 ね夜はね、バーになるんですけど、うんうん、アルコールもお出ししてるので、いい雰囲気だと思います。皆さんぜひ遊びに行ってください。他にも日光割平さん、はい、お知らせたくさんありますよということで、はい、何をご紹介しましょうか。そうですね、クリスマスケーキにしようかな。あ、今日はもう甘い特集ですよ皆さん。クリスマスケーキ、うんうん、11月30日まで、はい、早期予約で特典プレゼントしてます。はい、はい、コーヒー紅茶のチケットをプレゼントしておりまして、そうですね、はい、予約はもうクリスマスケーキ始まってるんですけれども、はいはい、予約自体12月の15日までですね。11月30日までが早期予約で、予約自体は12月の15日まで、15日まで待ってるということで、はい、このケーキの受け取りはね、23日からです。はい、23日から25日まで、ホテルにかリビラさんに直接来ていただいて、はい、受け取るという形なんですけど、毎年人気なんですよね。そうなんです、今年の新作は、うん、クリスマスショコラですね、うんうんうん、同じ先ほどご案内したバローナ社のチョコレートを使った、うんうんうん、あ、素敵、はい、クリスマスショコラ、こちらも限定60個、うわ、はい、5号、はい、2桁しかないですからね。そうなんですよね、5号サイズで4200円です、うん、ちょうどいいですね、5号サイズ。ちょうどいい、ちょうどいいですね、うんうんうん、で去年人気だったのがフロマージュ、フロマージュ、はい、はい、スフレタイプのチーズケーキですね、こちらは限定80個で4号サイズ3000円、あとは定番のクリスマスケーキ、白い、白いケーキ、ね、はい、生クリームのケーキが3号サイズと、5号サイズとあります、うんうんうん、いちごがたくさん乗ってる、美味しそう。アリビラのケーキね、生クリーム美味しいんですよね、うんうん、あ、なんかあれですか、甘すぎないみたいな。そうですね、この配分を、ちょうどいい配分を研究しているというか、ケーキに塗るこの生クリームがってことですか。うん、生クリームの配分ですね。生クリームの配分。そうなんですね、うん、で。パティシエのこのなんか情熱、うん、こだわりがね、うんうんうん、胸焼けしない生クリームです。素敵、聞きましたか、胸焼け。しない生クリーム、甘いのがすごい苦手な方とか、うん、でもやっぱりね、このクリスマスはね、ちょっとでもケーキ食べたいとかで、ね、うん、と思うので、なんか甘すぎない生クリームの配分をこだわったケーキ、ぜひぜひ皆さんご検討いただけたらなと思いますよ、はい、詳しい情報は、ホームページで、はい、ご案内してますので、それぞれ、はい、限定個数あるので、うんうん、ぜひお早めにご連絡ください、はい、ホテル日光アリビラさんで、はい、ぜひ検索して皆さん情報をゲットしてください、もう時間も早いものでね、もう来てしまいましたが、豊嗣さん今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さんぜひぜひデートでパティを行ってくださいね。はい、ということで今日のゲスト豊嗣さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。戦争レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会参助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップ、レンタカーをご利用の観光客の皆様に嬉しいお知らせです。レンタカーを借りる際に手渡せるルール、沖縄ドライブマップの中に、読谷村特産品プレゼント情報が載っていること、皆さんご存知でしょうか。さあ、沖縄ドライブマップをお持ちの方、22ページを開いてください。その、22ページに FM 読谷のとりあえずカーラジオという、コーナーがありますけど、それの右上にありますね、読谷村特産品プレゼントという、情報が載っていると思います。読谷を観光に来た方、今観光情報番組読谷ラジオを聞いている方なら誰でもご応募できます。メールアドレスに住所、連絡先、観光情報番組読谷ラジオ宛てと懸命に入れまして、ぜひぜひメールをお送りください。メールを1件送るだけで5000円分相当の読谷村特産品プレゼントが当たるチャンスです。皆さんぜひね、チャレンジしてみてください。皆さんのご応募お待ちしてますよ。以上、メンソレンタカーラジオドライブマップのコーナーでした。観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時49分を回りました。ここでメールが届いていますのでご紹介させていただきます。ラジオネームサブウェイさんからいただきました。ありがとうございます。初めてですね。はい、かなえさん、おはようございます。おはようございます。ザキミグスク、答えは125メートルかな、わからんけど笑この前言った読みこの前言ってた読みとんぱん買ってきたよ、紫のあんこ美味しかった、最後まで頑張ってね、さいならということで、あ、サブウェイさんありがとうございます。はい、何から話そう。じゃあ今日の知っとこクイズから話しますね。今日の知っとこクイズ、ザキミグスクの、標高はどれですかということで3択で出題していましたが、答えは1番の125メートルですね。高いところにありますよ、ザキミグスク。皆さん、メールや、ありがとうございます。サブウェイさん、はじめましてですけど、この前言ってた読みとば、おとといの放送かな、で、イオンタウンにありますパン屋さんで読みとんパンが売ってますよって お知らせをしたんですけれども、言ったですね、そうなんです、この読みとんパンの中に入ってるあの紫あんがすごく美味しい。もしね、食べたことない方ぜひ行ってください。ご飯が大好きな赤峰かなえでもあのパンは本当に好きぜひぜひ食べに行ってみてください。読みとんパン買いやすい、お手頃価格で売ってるのと、なんか、いや、読みとんがちょっと不細工なんですよ。なんかもうそういうとこがすごく可愛らしくて、私も大好きです、読みとんパン。ぜひ皆さん食べに行ってみてくださいね。いやいや、メールありがとう、サブウェイさん、メールありがとうございました。早いもので番組もうね終わってしまいますが、過去情報番組読谷ラジオ、皆さんにね、いろいろな情報をお届けしていきますが、まあ、沖縄ね、今日は午後からちょっと冷え込んだり風が強くなったり、もしかしたら雨が降る場所もあるかもしれないということで、天気の、ね、変化いろいろありますけれども、ぜひ沖縄を楽しんでいただくためにもそういう情報をゲットして楽しい一日を過ごせるように皆さん対策とってね、
準備して下準備して楽しい一日を過ごしていただけたらなと思いますよ。それでは最後までお付き合いありがとうございました。この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りしました。それではまたこの時間にお会いしましょう。またね。朝が来る